どうもナミです。はい、またプレミアムバンダイさんから届きました。はい、こちらです。来たよこれついにデラックスヘルライズプログライズキーです。こちらはですね、去年の12月に公開された仮面ライダー01リアルタイムで出てきたプログライズキーですね。まあヘルなんで、まあ、地獄のプログライズキーということで、これね、こういうの、このヘルライジングホッパーなんですけど、これね、まあ強いっていうか多分映画見た方は分かると思うんですけども、うん、危険なプログライズキーですね。はい、で今日はねこれが届いたんでちょっと音声確認とね、あとゼロワンドライバーで音声遊びしてみたいと思います。まずは普通に開けてみようかな。これ俺見た時かっこいいと思ったんですけど、おお、中身は本体と説明書だけですね。これです、これ。おお、なんかすごいね。おっしゃい。はい、こんな感じ。まあ、赤と黒。まあ、赤っていうか、こう、なんて言うんだろう、朱色っていうか、はい。多分世界みたいな。これ多分星のかな、地球みたいなマーク。開けるとこんな感じですね。ここはちょっと光ってますね。で、絶縁シートはあるんで、電池は入ってます。おお。ちょっと、あれだね。どんな音が鳴るかちょっと確認してみようかね。はい、ちょっと今見たんですけど、これボタンが2つあるんですよ。ここと、ここと、ここ。で、ここを押すと、1回押すと、変身待機音の状態になって、もう1回打つと、アビリティの音が鳴る。それを繰り返します。ちょっと1回やってみますね。この2種類の音声、今最初にヘルライズって言って変身待機音が鳴ってます。で、そこでベルトにスキャンして変身するって形です。と、あとヘルライズのアビリティの音が出ます。で、ここのボタンを押すとアルトの音声が入ってるんですよ。そう、これちょっと聞いてみようかね。で、確かね、1回目と1、2回は同じなんですよ。ヘルライズ、ヘルライズホッパーアビリティって同じ音声が流れるんけど、3回目ぐらいでアルトの音声が流れます。いきます。あ、ま、ちなみにここ押しても待機音は鳴らないんで、ここ押すと待機音になります。ここまでは一緒です。ここからいきます。お前の思い通りにはさせない。おお、 S、 お前を止められるのはただ一人、俺だ。変身、二度と危険な目に遭わせたくないんだ。伊豆はこのことをみんなに伝えてくれ。おお、こんな感じでアルトの音声がありますね。合わせると全部で17種類の音声があります。なるほど。じゃあちょっとね、これゼロワンドライバーで変身音聞いてみましょうかね。ではいきます。はい、これがヘルライジングオッパーの音声、変身音声ですね。なんか声、音声もなんかすごい低めっていうかね、ちょっと怖い感じ風になってますね。はい、これでね変身しました。で、必殺技なんですけど、ここを押すとね、ここですね、ここ押すとなんかチャージ音が、必殺技待機音が鳴るんで、それをして差し込むと必殺技になります。で、いきますね。ここ押すと、あれ、この待機音中に押し込むと必殺技です。いきます。
必殺技もかっこいいですね。はい、今のが必殺技の遊びですね。ちなみに、ここ一回押して、変身待機音状態になった時に、ここのボタンを押すと、アルタのセリフが流れて変身するのが、特殊遊びみたいなのができるらしいんで、ちょっとやってみます。で、ここ押すと、みんな、ごめん。やっぱりこれしか思いつかなかった。おぉ。世界中の、笑顔を守るためならな。すげえ。これ多分。変身。おーすげえ。音声聞こえましたでしょうか？今ね、ちゃんと変身っていうのを言いましたね。で、多分これでここを押すとまた音声になるのかな？ああ、これだね。あるとか苦しんでる音声も入ってます。こういう遊び方もできるらしいですね。いやー、毎回思うけど、最近のプレミアムバンダイとかの商品ってさ、ほんと、コンセレ並みのボリューム差がいっぱいありますよね。はい、ということでね、今回はこのヘルライジングホッパーのプログライズ機の音声確認でございました。やっぱね、劇場版のアイテムだけあってすごいボリュームですね。音声も入ってるし、アルトの音声聞いた後に変身の遊びとかもできるんで、すごい楽しかったです。こちらはね、プレミアムバンダイさん限定の商品なんで、普通では売ってないんですけれども、予約した方はね、もう多分届いてるはずなのでね、届いてる方はぜひ遊んでみてください。いやすごい面白かったです。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ